メンバー全員コンプリート、イエーイイエーイイエーイ全部世代受けのバンドですねって知ってます。はいはいはい、思いの間近教室で先生と…てんてんてん単位足りなくて、そんな少女漫画みたいな話があるんですね、本当に。少女漫画？エロ漫画？結構エロ漫画です。私、少女漫画だと思って見てるやつ全部エロ漫画なの。少女漫画だと思ってるんですけどね。じゃあ次、人生で一番思い出のエッチはバンドメンバー全員コンプリート、イエーイイエーイイエーイえ、なんですかこれは。別にバンドメンバー一人一人が思い出とかじゃないんですけど、もともとバンドされてたとかですか。自分も知ってましたし、でもこのそのコンプしたバンドは全然別なんですけど、自分のバンドとかじゃなくて、4人ぐらいですか。そうですね、当時4ピースでしたね、うん、その自分が応援してるバンドというかファンのだったバンドとかってことですか。好きでもあったし、対バンもしたしみたいな、今じわじわ来てるバンドなんで知ってる人いるかもしれないみたいな、全然世代受けのバンドですね。ちょっとピー入れるから聞いときます。わかるか、わかるかな、わかるかな、はい、で知ってます。知ってた、知ってた、知ってた。ガチリアルな。スタッフさんは知ってましたね。知ってる。なるほど。え、ノエルさんから行ったんですか。そうですね、なんか行けそうだったんだ。行けそうだったんだ。その行けそう行けなさそうはノエルさんの中であるんですか、判断は。え、でも多分皆さんと一緒じゃないですか。こう距離近いなとか、なんかこうよく話しかけてくれるなとか、なんかそんなレベルです。いや、私わかんない。絶対そうだ。マジめちゃめちゃ持ってるでしょ。いや、待って、こんな美女ほっとかない。世の中の男はほっとかない、こんな可愛い人。どこにいるの。いや、もういないなら私がもらいたい。いいんですか、あ、じゃあ。むしろ。人生で一番変わったエッチは、教室で先生と、てんてんてん。です。その時学生さんだったんですか。そうですね、高3。え、これあり？YouTube 的にありなのかわかんないけど、経験談として、経験談として、はい、担任の先生ですか。は、違いますね、情報技術だったと思います。単位足りなくて。え？その言い方だと単位と引き換えにみたいになっちゃうから。その通り。単位制の学校だったんで、単位足りないと卒業できなかったんですけど、情報技術触りすぎて当たんないなみたいな。え、どういうこと、どういうこと、え、怖っ、え、うん、怖い話、怖い話。夏も終わったけど。階段話、階段話。え、どっちからですか。それは私から誘ったんですけど、なんかもともといけそうな感じだったんで。もう出た、このいけそうな感じ。え、なにその感じ。何いける。誘えばいけるだろうみたいのがあったんで。へえ、で単位は取れたと。あ、無事卒業できました。びっくりしすぎちゃってる。ちょっと最初からずっと。そんな少女漫画みたいな話があるんですね、うん、本当に。少女漫画。エロ漫画。結構エロ漫画です。私、少女漫画だと思って見てるやつ全部エロ漫画なの。少女漫画だと思ってるんですけどね。でも一種ありますよね。一種ありますよね。わかります。何時ぐらいですか。でも夕方ですよ。放課後ぐらいの近かった。じゃあみんないない教室で。そうですね。先生、部活の顧問とかしてなかったんですかね。あ、まあなんかやっ言ってたんですけど、まあ、何だったかはその忘れちゃった。え、先生自体には別に興味ないんで。そうなんですか。単位が。あ、そうなんだ。もうそこだけなんだ。単位が大事。ちょっといいなとも思ってなかったのです。
プレイの感じは想像ができるんですよ、そのノエルさんが攻めてるみたいな、うん、そういうプライベート の, そのエッジとかだとどういう感じになるんですか。あ、そうか、次に。あ、ほんとだえ、なんか次に繋げようとしていい振り、すごいいい振りだったたまたまいい振りそれがエッチなお悩みってことですね、うん、仕事とプライベートの切り替えが難しい。でもきっと夜職やってる人あるあるなんじゃないですか、うん、これに関しては。 AV 女優さんがどうなのかわかんないんですけど、どうですか。ちょっと分かってないんです、私も。そうでしょ。なんかあんまよく分からずで過ごしてますよね。簡単ですか。なんかあんま何も意識してない。え、それはでもあのエッチな方ですよね、の切り替えもそうですし、前段階も喋ってる段階とかで接客モード入っちゃうみたいなのとか、だからキャバ嬢の人とかもそうだと思うんですけど。なるほど、うん、あ、理解しました。もうそっから、そっからエッチも含めてですけど。あ、わかります。本当ですか。わかります。切り替えできる、徐々に分かってきたから。あ、よかったよかった、解像度上がってきた。こうやってこう質問する側のことが多いんですよ、うん、だからなんか質問しちゃいます。質問しちゃいます。逆に聞かれると困るみたいな。あこうあわあわしちゃうけど、うんうんうん、話広げようみたいな、サービス精神出ちゃうみたいな。だからそれが多分自然となっちゃうのはわかります。もう本当そんな感じです、うん、趣味とかあるんですか、なんか家で、あの自宅以外で。自宅以外で。いや動物園行くの好きです。へ、一人で。ちょっと一人待って、友達いないみたいなんで。そうなんですか。一人でいいですよ。結構アウトドアの方ですか。いや、めっちゃ外嫌いなんですけど、動物園おのずと外じゃないですか、しゃあないですよね、うん、好きな動物ちょっとそれ甲をつけがたいですね。ただ動物園に行くと、よく私がいるスポットはハシビロコウの前のベンチに座ってます、よく。そういうことぼーっとします。それ動物じゃないじゃないですか。動物関係ないじゃないですか。ハシビロコウ、ハシビロコウ見たり、こう後ろの方の展示見たりみたいな。そこのベンチが好きなんだよ。まあよくいる、よくいるスポットですね。みんなノエルさん探しに行く。ねえ、そうっすよね。ハシビロコウ、エロ、エロそうなおじさんが動物園に集まっちゃうっていう。ご自身から声かけて、そのなんかね、いろんな方とプレイされてるじゃないですか、話聞いてると、うん、じゃあいざベッドに入ってからモデルさんはどんな感じなのかっていう。あー、でもあんまり変わんないですよ。そこは言うてそんなに差はない、うん、お店と変わんないってことですか。そうですね、攻めさせてもらえそうだったら私が行くんですけど、うん、まあそこじゃなかったら、まあ、相手の思わないなって思いながら。ちょっと思んないなって、思んないポイント教えてもらっていいですか。あー、すごい勉強になるよね。確かにこいつ思んないなって思うポイント。ポイントは鉄板のガシマンだったりとか。何ですか。ガシマンだったりとか、ちゃうねんなみたいなことをされると、こうだんだんとテンションが下がっていきます。それならもう最初から変わってって、主導権私にちょうだいってなっちゃいますね。あー、なるほど、うん、されるのはあれだけど、こっちがする分には楽しい、楽しいメールとかがあるから、うん、こう AV まんまでやっぱ皆さん、うん、こう教科書じゃないですか、うん、AV バイブルじゃないですか、うん、のまんまで来られると、やっぱあれって視覚的なあれなんで、うん、こう女性側気持ちいいかどうかまた別の話じゃないですか、うん、じゃなくって地味でもいいけど、うん、女性気持ちいいポイントを分かってたり、攻め方分かってるみたいなのはちょっと興味湧きますね。あー、派手であればいいっていうことではないっていうことですよね、うん、AV だと一番こうスローセックス、私が今までの作品の中でやったスローセックスが一番こうそれに近いかもしれないです。女性がいいって思う、うん、スローセックスっていう作品を出したんですけど、うん、あ、拝見します。あ、ありがとうございます。いくつかいくつか拝見します。どうしてもこう地味になっちゃうんですけど、絵的に。そうですよね、うんうん、でもポイント的には大事な部分を抑えてる感じが、うん、だからそれ見てくださいね。あ、ぜひぜひ。よかったです、マジで。
おすすめしたいエッチのプレイは断然 M 性感音符音符男性がじゃあ M になるってことですか。普段こうリードする S っ気のある男性でもたまにこう攻めるの疲れたなとか、うん、っていう時にちょっとこう M 性感で受け身になりに来るぐらいのテンションでいいんで、もちろんガゼン M の人も全然あれなんですけど、うん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 、なんかどっちも経験してみたい感ありますよね。なんかそういう人いますね。がっつり M に徹する時とがっつり S になるみたいな状況、うんうん、いますいます、そういう方も、はあ、いいなぁ。なんか女子にはそういうのないんですかね、うん、M 性感の逆バージョンみたいなね。なんか女風 S ファンなんですか、ソフト SM みたいなあるみたいなのは見ましたけど、欲しいですよね。なんかないかなっていう質問に答えて、なんすかその別にっての。え、だってなんか女風は女風なイメージなんですよ。あ、 M 性感ってなんかこう M の人に特化したね、うん、とこじゃないですか、うん、男性でありたかったなっていう。でも女性 OK なキャストさんもいるらしい、らしいです。これぞ M 性感みたいなことってあるんですか。いや本当にプレイスタイルとか女の子によりけりなんで、うん、もう完全男性が受け身っていうベースはここで、うん、あとフェチプレイが好きだとか、うん、SM チックなのが好きだとか、うん、もうちょっとイチャーマがいいだとか、本当、うん、もうそれぞれニッチな性癖を満たすっていうか、うん、なんでこれぞっていう応答は何でしょうね、逆に。なるほど、うん、でも受け身になって委ねれば、その女性の方の、まあ、タイプによって、そうですね、やりたいこととかも伝えていただければなんで、なんで怖いみたいなイメージ持ってる方多いと思うんですけど、決してそうではないよっていう、うん、もちろんそういうプレイも求められればできますけど、うんうんうん、すごいノエルさんのおしょさが美しい、うん、なんかおしょさ、おしょさが本当に美しいですか。だ身振り手振りうるさくないですか。指先まで美しい。恐れを、もうここ写真撮りたいの。小港カメラ、小港カメラ渡しますか。写真撮りますか、じゃあ。本当なんか爪の感じとかもすごい美しい。さっきこうしてた、あの、なんだろう、いやもう爪微妙に伸びてて申し訳ない。こうでした。こだわりで小港カメラマンの、うるさいって言われるんですけどね。あ、本当ですか。身振り手振りうるさいんで、ちょっと動かしてもらって。あ、そうだ、こだわり。めっちゃ撮ってくれてる。はい、ありがとうございます。せっかくなんでツーショット自撮りとかも撮っていいですよ。なんで。なんでイエーイ。なんか、ノエルさんが今までで、うん、出会ったお客様の中でこの M 好きだなみたいな人いました？割といますよ。こうやっぱ向こうも乗ってきてくれると総じて嬉しいし、うん、面白いなって、こっちも楽しめるし、うんうんうん、って感じですね。一生心閉ざしたまんまでいられる方とかは逆にしょげちゃうんですけど。あ、いますか？あ、います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 。へぇ地獄の空間ですよ。へぇ私ずっとこれなんだけど、もう打っても響かないみたいな。へぇどういうこと？ M じゃないよ俺って言うってことですか？え、多分 M なんでしょうけど、いません？日常生活とかでも、このこっち直球でコミュニケーション投げたくってボール投げてんのにゴロで返ってくるみたいな。いストレートなんだけどめっちゃゴロで返ってきたみたいな。例えばめっちゃうまい。やっぱそういう人いらっしゃるとちょっとしょげますね。せっかく M 性感に来たのに。なんで M 性感に来たらぜひこう恥ずかしさとかはもう取っ払っていただいて、世界をもう楽しんでいただくっていうのが、そうですよね。だってその時間決まってるから何分って、ね、うん、もう恥ずかしさとか全部、ね、そうホテルの外に捨ててから来てもらえると、うんうんうん、確かに、うん、もういろいろね捨てて、いろいろ捨てて、もう脱いで
逆にこんな美女は一体こう美女の恋愛変歴とか気になりません？気になります。でもカメラの向こうは気になってる。いやだからどこにそんな男性いるんだって思います。本当に不思議でしょうがない。いや、なんか小湊さんってなんかモテないっていう、なんかそういうキャラやってるじゃないですか。絶対キャラですよね。こんな美女ほっとかないでしょ。キャラやってないキャラ。いくつか動画拝見するとそんなムーブやってたじゃないですか。あー、そういうモテないムーブかましてたけど、うん、絶対そんなことないよね。カメラの向こうのみんな。私だってモテたいですよ。僕の感覚ですけど、ね、小湊さん絶妙にちびっこなんですよ。なんかしゃべっててちびっこ、すごいちびっこ、あのめいっこ、なんか幼稚園ぐらいのめいっこと喋ってる。あー可愛い。でも可愛い。だからか、あの女性としての枠に入らないのか。めいだと思われるのかな。じゃあお弁当作ってくれる。むしろむしろそういうタイプのくらい。この感じが好きになっちゃう人いっぱいいると思いますよ、ね、なんか女子目線だと普通に、うん、あのめっちゃ楽しいし、うん、なんか友達にいたらなんかめっちゃ楽しいと思うんですよ、うん、でも男目線ってまた違うと思うんですよ。ですよね、うん、そうなんですよ。だから不思議で、私もそれ不思議です。逆の立場なら私絶対こんなの好きなんだと思うんですけど。僕は結構わかるんです。わかります。はい、面白いなって言っちゃう。はい、近くにいた。ほんのすごいお弁当とか作っちゃうんで。お弁当かわいい。あ、この人ですか。いかもしれない。恋愛だ。はい、じゃあ今日はちょっとお時間になったので、ノエルさん楽しいお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、じゃあ最後にあのノエルさんに会えるにはどこに行ったらいいんですか。はい、横浜地女性館フェチクラブでお待ちしてます。はい、お待ちしてます。ノエルさんありがとうございました。チャンネル登録はこちらをクリックしてね。わっ、ちょっとどこ触ってんのよ。こらこらこら。